これ見てこれね、ダイエット中なんですよ私。よくダイエット中だったんですか。ダイエット中ですよ。皆さんこんにちは、大正ガジェの八木です。今日もこの恒例の動画を撮りたいと。じゃあ行こうかな。さっき聞いたら桃は3種類乗ってる、うん、黄金と暁、驚き、あとはスモモが乗ってるから4つか、4つの品種が乗ってます。で上にブドウが乗っかってて、生クリームがあって、桃ソースあって、バニラソフトあって、桃のソフトクリームコーンフレークと、こんなこう層になってるということですね。これ本当普通盛りなの？普通盛りらしいですね。のぶちゃん作るとこ取ったんでしょさっき。いや、もう出来上がってました。ウキウキしながら詰めてなかった、詰んでなかった？これ社長食えねえんじゃねえって言いながら。社長なんで、社長なので、うん、失敗しても大丈夫っつうので作ってましたから大丈夫です。どこ？失敗しても大丈夫ですって。ああ。お客さんだと失敗してもダメだけど。ああ。今日若葉マークの人が作ってるもんね。そうそうそう。いや初めての人が作っても大丈夫なようになんか何回かちょっとやった。ちょっと生クリームちょっといつもより多めかもしれません。どこ？今日ディレクター喋るね。食べますよ。はい、どうぞ。いいですか？はい。はい。じゃあブドウからいきます。これブドウはこれ何ブドウなんですか？多分ピオネじゃないかな。ピオネ、はい、うん、皮ごときますもん。あ、皮ごと食えるんですか？うん、はい、基本何でも皮ごと食えるんですよ。うん、言っちゃった。食べないだけ、はい、これは今のこれ器用だね、器用。スモモ、あ、スモモ、うん、はい、これも皮ごとね。皮ごと、はい、うん、これやっぱりこの間も言った、この間もそうだったけど、桜もそうだったけど、はい、最初スプーンいらないね、うちのパフェ、はいはい、多分これですよ。これもうなんつうの、これ今度今この桃は何桃だかって、これ多分ね、どっちかな、驚きか、はい、暁かどっちかだね。硬い桃、うん、硬い桃、驚きってのは硬い桃 ね、はい、暁っていうのは柔らかくなる桃だけど、はい、うん、これこの音驚きだな。でこれが黄金桃だね。黄金桃というのは、カリンカ黄色いの。黄色い桃なんですか？黄色い桃。あ、黄色い桃。うん、はい。桃の場合は大きく分けて白い桃と黄色い桃と2つに分かれます。で、黄金桃と言われるのはこう黄色い桃ですね。果肉が、はい、外じゃなくて果肉が黄色いものを黄桃。黄桃。果肉が白いものを白桃と言いますね。白桃。うん。うん。両方味わえるんですよ。そう。この王将カフェのパフェのコンセプトは、とにかく食べ比べできるパフェにするというのがコンセプトになってまして、さくらんぼもいろんな品種、桃もいろんな品種、りんごもいろんな品種食べられるようにこうトッピングしてますね。ねえ、これ合うね。でも生クリームと、うん、お、あー、すっぱ。今のはあれだね、やっぱりスモモ。でも、また3品種ぐらい入ってるんですか？だね、今日は4品種だけど、3品種以上入ってるんじゃないですかね。3品種以上、うん、常に、その季節に合わせてね、桃の季節に合わせて。硬いもの大好きだよね。うん。うまい、驚き。もう見ただけで分かるな。この辺は、これ多分これ柔らかいものだ。ほら、ね。柔らかいものはすぐ色変わっちゃうんですかね。若干そういう傾向多いね。果汁がやっぱ出てるし。果汁が出てるから、ね、うん。うん。柔らかい。柔らかい。うん。これ硬いものですか？これ硬いもの。硬いものは彩りがなんか、ね、うん、鮮やかです、ね。そうそう。もう見て分かるよ、これなんか。キュウリ見た感じだな。いやいや、キュウリではない。キュウリではない。味噌ではない。味噌ではないね。味噌ってこれだよ。これほら、もろきゅうでしょ。これなんか食い方がもう完全に。いや、それ。え？
もそのモロキュール、体に悪いモロキュール。なんか生クリーム、生クリームだね。でも、生クリーム好きなんだよな、俺。いやー、食いました。食べましたね。うん。ありがとうございました。もう、これで。今日、早い。え？これ、なんか俺、残すの嫌いなのよ。こう。ご飯粒も絶対最後の、もう、うん。祖父からね、じいちゃんからもう絶対ご飯粒残すなって。目つぶれっからなって言われてね。はい。はい、あ、今日早いですね。はい。コンプリートしました。10分？10分ぐらいですね。だから、あら、早い。ありがとうございました。このまま早送りしなくても。ほんと？いやいやいや、だれるから。いやどうですか、感想も最後。なかなか美味しかったです。うん。やっぱりその、序盤戦の硬い桃と生クリームの、あれが最高ですね。最高です。硬い桃、だったらあと1個食えるな、うん、いや大変美味しかったです。もう桃パフェはいつまでかな、多分8月いっぱい9月上旬ぐらいまでは例年お出ししてるんで、ぜひ王将カフェの桃パフェ、実はさくらんぼパフェより売れてるなんていう話もあります。ぜひ山形の桃食べに来てください。本日も王将ガチャの YouTube チャンネルご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録の上、今後もお付き合いいただければと思います。よろしくお願いします。